して CVD っていう乗着技術を使うことは知ってるだろう。オブジェクトのセンサーは危険物質と判断しないから通常の動作をする。地方は発射後冷却のために排気と吸気が行われるから、その時に CVD の粉末を吸い込ませる。砲身内に入った粉は次の砲撃のエネルギーで電気乗着と同じ状態になり、砲身の内部を鏡面化する。こうなったらもう砲は通常に動作しない。熱反射とか乱流とか、次撃てばドカンさ。それは分かっています。でもよく最初の一撃で死なずに済みましたわね。それは俺にも謎だ。偶然に救われただけかもしれないけど、とにかく俺たちは生きてる。お姫様も。本当に助かったよ。ありがとう。いいですこと。これは一つ貸しにしておきますわ。次こそ本気で屈服させて私のものにしてみせますことよ。まさか予想した 1% 以下の彼女を助ける道を引き当ててくるとはね。あれはとんでもない怪物になるね。リストに名を連ねるオレキレキが今まで以上に慌てることになりそうだ。オブジェクトを倒しエリートを救う。やればできるじゃないか。本当にヒヤヒヤさせてくれる兆しじゃな。あの若者たちは変化の兆しじゃ。それがより良き方か、あるいはそれは分からぬがな。